日本代表は現地時間10日、FIFA ワールドカップ W 杯26、アジア最終予選、3次予選、でバーレーン代表と対戦し、5対0で勝利した。この試合で森保ジャパンのパフォーマンスはどうだったのか。出場した選手、出場時間の短い選手は除く、を個別に A、D の4段階で評価する。アジア最終予選、3次予選、 でバーレーレン代表と対対戦しし勝利したこの試合で森保ジャパンのパフォーマンスはどうだったのか出場した選手出場時間の短い選手は除くを個別に AD の4段階で評価する同案率背番号10中国代表戦 HT アウト評価 C バーレーン代表戦で唯一存在感が薄かった 中国代表戦に引き続き右ウィングバックで先発するも孤立してしまう場面が多く伊東ニアや三笘ラとは異なり子での打開力も影を潜めていたまた三笘からの絶品クロスを仕留めきれないなどこの日はやや空回り後半自身に代わって出場した伊藤が躍動しただけに厳しい結果になったと言わざるを得ない同案率背番号10中国代表戦 HT アウト、評価、C、バーレーン代表戦で唯一存在感が薄かった、中国代表戦に引き続き右ウィングバックで先発するも、孤立してしまう場面が多く、伊東純也や三笘薫とは異なり子での打開力も影を潜めていた。また三笘からの絶品クロス